AT&T モビリティはアメリカ合衆国の加入者数第2位の携帯電話事業者 AT&T インクの完全子会社で旧社名はシンギュラーワイヤレス本社所在地はジョージア州アトランタ2019年9月末現在1億6230万人の加入者を要するシンギュラーワイヤレスは2001年に SBC コミュニケーションズとベルサウスという地域ベル電話会社がそれぞれの携帯電話司会社群を合併させて成立した。このため全国ネットワークではない内部に GSM と d アンプズという2つの互換性の内外に世代携帯電話ネットワークを抱えるという携帯電話事業者としてはかなり深刻な問題を抱えての発足であった。その後、 GSM へのネットワーク展開を進めるとともに空白区解消の最終策として2004年に拒否を投じて AT&T ワイヤレスを買収した。シンギュラーワイヤレス発足時の株主構成は SBC コミュニケーションズが60%ベルサウスが40%だった。2005年には親会社の一つである SBC コミュニケーションズは旧 a t t を買収して 自社名を AT&T Inc. に解消。2006年には新 AT&T はもう一つの親会社であるベルサウスを吸収合併したためシンギュラーは AT&T の完全子会社となった。AT&T へのブランド統一のためにシンギュラーのブランド名は消滅することになり、携帯電話部門は AT&T モビリティを名乗ることになった。AT&T モビリティはまた、 シンギュラーからの伝統を引き継いで、積極的に料金繰り越しサービスを実施する、携帯電話事業者としても知られている。シングュラー時代の、シムカード AT&D モビリティ前身の、シンギュラーワイヤレスは2001年に、SBC コミュニケーションズとベルサウスとの合弁企業として、当時11社あった、両社参加の地域携帯電話会社が合併して、設立された。 設立当時は、ベライゾンワイヤレスに次ぐ、全米2位の規模の携帯電話事業者であった。2004年2月へボーダフォンとの買収合戦を経て、当時、全米加入者数第3位の AT&T ワイヤレスを410億ドルで買収し、全米最大の携帯電話事業者となった。ボーダフォンの買収提示額は、400億ドルであった。AT&T ワイヤレスの筆頭株主は、 16%保有の NTT ドコモであったが、この合併により、同社は合併会社への影響力をほぼ失った。2004年11月の地に、世界的大ヒット作となる、モトローラレーザー V3 のアメリカ国内独占販売を開始した。2007年1月9日アップルが、携帯電話の iPhone を発表した際、アメリカ国内の携帯電話事業者として、 18ヶ月の端末独占供給契約を受けることが明らかになった。販売自体は6月からスタートした。2007年1月12日 AT&T が参加のシンギュラーワイヤレスを完全子会社化し、シンギュラーブランドをすべて AT&T ブランドにすることを発表。2007年1月15日シンギュラーは名称を AT&T モビリティに変更し、 シングラー is now t h ー new AT&T というキャッチコピーのもと AT&T ブランドへの変更キャンペーンを行った。店頭やメディアでの反響が大きいことが予想されたため数ヶ月間の表彰解明の期間を設け6月末までに名前の更新を完了した。2011年3月20日 AT&T はドイツテレコムとその米国携帯電話市会社である T モバイル USA を 三百九十億ドルで買収することで合意したと発表した。2011年8月31日司法省は AT&T による T-Mobile USA の買収は反トラスト法違反であるとしてワシントン地区裁判所に買収阻止を求める訴えを行ったことを発表した。2011年12月19日 AT&T は T-Mobile USA の買収計画を取りやめる。 と発表した。これに伴い AT&T はドイツテレコムに違約金として40億ドルの支払い義務が発生する。2013年7月12日 AT&T はクリケットブランドで携帯電話サービスを行っているディープワイヤレスを1株あたり15ドル、総額約12億ドルで買収すると発表した。ネットワークは QAT&T ワイヤレスから引き継いだ。 全国レベルのセルラーバンド A ブロック、旧シンギュラーワイヤレスから引き継いだ、各地域の PCS バンドが元になっている。セルラーバンドでは、以前はアンプズが、さらに地域によっては、イズ -136 が存在したが、すでに終了している。第2世代方式は、時間をかけて、GSMH に、全国レベルで張り替えられた。第世代方式は、WCDMA を選択し、 保有する 850MHz 帯、1900MHz 帯を中心に全国展開している。HSPA などの高速データ通信対応も全国レベルで行っているが、ヘビートラフィックが発生し、バンド幅が十分でないニューヨークなどでは容量不足の問題も出ていた。第4世代対応では LTE を支持しているが、 ライバルのベライゾンワイヤレスが積極的な全国展開を図っているのに比べて LTE への移行には時間がかかるであろうとし、まず 3G での高速データ通信対応を充実させるという方針である。2011年 700MHz 帯で LTE の展開を開始した。ついで AWS 帯でのサービスも予定している。セルラーバンドと PCS バンドの 2G ネットワークは 2016年12月31日でサービスを終了した。NTT ドコモソフトバンクで販売される携帯電話は AT&T モビリティの 3G、4G サービスに対応している。また、au 版の i p h o n e 5 s および iPhone5C、iPad Air、iPad Mini レティのディスプレイモデル以降で同社の国際ローミングサービスを使用することで AT&T モビリティの 4G LTE サービスにも対応している。ありがとうございます。